キケです。トロです。ということで今回もやっていきます。今回の100は巻き返せモンテリオ山形。はい、ね、今回入る前に、はい、我々ね J リーグのことに関してと、はい、サッカーについて動画を上げておりますので、はい、まだチャンネル登録がすんない方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。タイトルコールにもあった通り、はい、今回はモンテリオ山形について語っていきます。はい、まずですね、はい、ここまで第18節を終わってですよ、はい、現在順位は8位、7勝トップ分け、はい、5敗で勝ち点は27、はい、ですね。モンテリオ山形といえばですよ、はい、ゴールキーパー山岸選手のヘディングが私の頭の中には浮かんでおりますもうあの奇跡のゴールね、はいはい、あとはね坂本選手、あ、そうですね、を育てたチームですよね。はい、はい、この3つのことについて語っていただきます。はい、ぜひお願いします。はい、まあね、今シーズンね、ここまでちょっと紆余曲折ありました、はい、まあ、後に話すんですけども、はい、まあ、その山形について当チャンネル内に、ね、話していきます。はい、まず1つ目、はい、クラモフスキー監督のサッカーでございます。うんうんうん、まあ、クラモフスキー監督といえばね、はい、あの今話題のポステゴグルー監督の元、はい、そうね、ちゃった、そうなんですよ、はい、まあ、19シーズンのね、はい、横浜 F マリノスが優勝した時に、まあ、ヘッドコーチとして、はい、まあ、ポステゴグルー監督の右腕として、まあ、チームを支えておりました。なるほどですね、はい、そのね翌年にはねエスパルスの監督に就任はしたんですけども、はい、ここではね結果が振るわずね、はい、何がダメでした、まあ、ちょっと失点がね、はい、やっぱり多分攻撃ポステゴグル監督がね攻撃型なんで、はい、まあ、やはりエスパルスもそうね得点は結構取れてましたよ正直。そうです、いい、いいサッカーしてました、はい、ただちょっとね失点が多かった、はい、そうですね、で順位も沈んでしまったと、はい、はい、いうところですね。はい、まあ、そんなこともあって、まあ、シーズン途中での解任となってしまいました。ただね今回山形の監督に就任したんですが、はい、まあ、山形もね、まあ、攻撃的なサッカーを志向しておりますので、はい、その点ではクラモフスキー監督合ってるんじゃないかというところで白羽の矢が立ったというところでございます。はい、14節の、はい、愛媛戦から指揮を取り、はい、まあ、18節直近の試合ですねの山口戦まで4勝1分けとリーグ戦では負けなしをね今のところ維持しております。あ、巻き返してるじゃないですか。そうです。ということでね、はい、2つ目にここから入っていくわけなんですけども、はい、まあ、1つ目の話を若干ね被るとこもありますんで、はい、2つ目、はい、魅力ある攻撃スタイルでございます。いいじゃないですか、攻撃的サッカーを見てて楽しいですから。そうです、はい、でね出ました、私大好きデータでございます。データに出てるって話なんですよ。そういう話です、はい、まずね特筆すべきデータが1つありまして、はい、まず純粋な攻撃回数ですね、はい、攻撃回数に関しては J2 リーグナンバーワンの数値を叩き出しております。お、特にね新監督、まあ、要はクラモフスキー監督ですね、クラモフスキー監督就任後にはそれがより高い水準でデータが見られます。特にあの中盤の4枚の選手の存在感が素晴らしいと、はい、うんうんうん、特に僕が注目したのは中盤のね真ん中2枚、はいはい、南選手と藤田選手、はい、まあ、パス交換であったりとか、はい、まあ、展開のパスであったりとか、はい、まあ、縦につけるパス、はい、まあ、この辺がねしっかりとバランスよく行われており、はい、まあ、攻撃のねタクトを振るっているというところでございます。でですね、はい、次両サイドですね、はい、まあ、両サイドもねダイナミックな攻撃を展開しているわけなんですけども、はい、両サイドとも利き足とは逆のサイド、あ、まあ、流行りのスタイルですね、はい、務めております、はい、実はシーズン当初は逆でした、うんうんうん、利き足のサイドを務めておりました、はい、でこのまあ利き足とは逆のサイドで使う意図としましては、はい、まあ、個人の見解なんですけども試合見てて思ったのがカットインですね、まあ、カットインもそうなんですけども、まあ、あの利き足で要は中央を持って視野を確保できると、確保しつつあと縦のパスであったりとか逆サイドへの展開がよりしやすくなると、なんで両サイドバックの上がりより裏がしやすくなりますと、あと逆サイドへの展開しやすくなりますと、そこでよりダイナミックな攻撃が生まれてるんじゃないのかなと思います。さすが攻撃的サッカーをね目指せるクラモフスキー監督、はい、そうです。実際ねあのマリノスなんかもサイドバックがガンガン上がったりしますし、そうですね、まあ、そういったところちょっと似てるなというところを正直思いました。はい、でね、もちろんカットインからシュートも当然あります。で特にですね最近ミニサイドハーフを務めている久保選手に関しては、はい、チームのアシストキングでございます。すると林選手と山田選手、はい、もうあの、まあ、抜ける動きポストの動きバランスよく行えているというところでございます。はい、一つ気になったのはちょっとポストの精度が鎖入った時に収めれなかったりとか、まあ、返すパスが雑な時があったので、はい、そこがより精度が高まればさらに攻撃が魅力的なものになるんじゃないかなと思います。ここはね連携面ですよね。連
連携というのは精度です。厳しい。はい、なんでまあ今後ね、さらにここが改善されていけば攻撃さらに厚みが増し、はい、上位進出さらに見えてくるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ続きまして3つ目ですね。はい、まあ、これもねちょっとね 1,2 と被るんですけども、はい、まあ、クラブ史上初の出来事です。モンテリオ山形クラブ史上初の出来事としまして、はい、監督を途中解任しました。途中というのはシーズン途中のことでございます。はい、補足していただきましたけども、はい、あのモンテリオ山形ね、今まで調子が悪かったとしても、はい、監督をね切るということはしてこなかったんですけども、はい、今回ねまあ、決断に至った主な理由としましては、はい、開幕2節目の勝利から、はい、3節目までは負けなしと順調に来ておったんですけども、はい、第4節から、はい、第8節までですね、はい、岩手4敗と、勝ち星から遠ざかってしまいました。そうですね、はい、でここでね、はい、まあ、少し雲行きが怪しくなってきたところでございます、はいはい、でここでね早々とね、はい、石丸監督を、まあ、切って、はい、まあ、多分ここはねおそらく今シーズンJ24 チームが J3 に降格するんですよ。なるほど。ということは早めに先手先手を打たないとズルズルいくという意図があったんじゃないかなと。はい、でここがねクラブ史上初の解任に至ったね一つの理由かと、はい、でそこからはね、ヘッドコーチが代理でしばらく指揮を取っておりまして、はい、話の1にも出てきた第14節からは、クラモスキー監督にバトンを渡したと、はい、実はねあの佐藤ヘッドコーチが監督に就任してからもあのまあジュビロ磐田に勝利するなど2勝1敗1分けと、まあ、勝ち越してはいたんですよ、うん、そんな中での、まあ、バトンタッチになりました。まあ、でもいいバトン渡せたんじゃないですか。そうですね、はい、でコーチにはね、はい、約2年間愛媛で監督を務めていました井川コーチを招集、はい、招聘ですね。はい、招聘いたしまして、はい、万全の体制で今臨んでおると。そうですね、まあ、クラモフスキー監督自体 J2 初挑戦なんで、はい、まあ、監督を務めていた経験のある井川コーチの存在はかなり心強いんじゃないかなと思います。ここまでね、まあ、紆余曲折をあったモンテリオ山形でございますが、はい、その紆余曲折を得たおかげで、はい、まあ、非常に調子を上げてきております。そうですね、でね、今シーズンね、はい、魅力的なサッカーでね、まあ、上位さらにはね昇格を、ね、狙えるようなチームになっていくんじゃないでしょうか。そうですね、今後もねますます目が離せない楽しみなチームだと思います。はい、ということでね、はい、ここまでね、モンテリオ山形について買ってきましたが、はい、またこの動画を見ていいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。では次回の動画もレッツフットボール。